スリナム共和国大統領はスリナムの国家元首である。政府の長および国軍の最高指揮官も兼ねている。1975年の独立時に設置されたが、当時の憲法では行政権は首相が握っていたことから大統領は儀礼的なものであった。1980年の軍部によるクーデターによって軍が実権を握り、軍が任命した大統領が就任した。 1987年9月30日に制定された新憲法によって首相は廃止され、大統領には強力な権限が与えられた。新憲法施行後の1988年にサンカル大統領が選出され、民政に復帰したが、1990年に軍部によるクーデターで辞職している。1991年以降は現在に至るまで、 民主的に選出されている。国民議会の3分の2以上の賛成によって選出される。投票がそれに満たない場合は、議会と地方代表から構成される340名の国民議会の投票によって選出される。候補する者は30歳以上のスリナム国民でなければならない。大統領の任期は5年で再選可能。 大統領以外の役職の者が元首となったことがある。ため、ここではそれらも含めて一覧とした。1980年のクーデターご辞任。デシ・ボーターセによって解任される。クーデターによって辞職。スリナメ。rulers.org。2019年3月1日。閲覧。ありがとうございます。